アンドロイド正代です。お願いします。さあということで、前回はですね、同期の門田さんに演歌調で電話をしたらですね、その演歌に気づくのかどうかという企画をしたんですけども、ちょっと演歌が強すぎたかなと、反省いたしましてですね、ちょっと演歌を抑え気味で、また電話をかけたいと思います。もう一度門田さんにかけたいと思います。お詫びの電話いうことにしたいと思います。さっきのお詫びの電話ということで、前回の続きもまた見てくださいね。はい、もしもーし。もしもーし。すいません。先ほどは、ありがとうございました。ちょっとまだ抜けてないよ。バレた。演歌が。いや、抜けてないことないですよ。そんな僕は、演歌はもう今真剣にちょっと門田さんにお話しようと思って、電話をかけさせてもらったんです。どうした？いや、ちょっとさっきはちょっとちょっとグダグダとなってしまいまして、本当に申し訳ないなぁと。いや、ごめん。はい。こっちも。いやいや、本当に、主席の門田さんにですね、大変失礼なことを、してしまったなぁと思ってですね。思ってないやん。